皆さんこんにちは、マナルタイのチャンネルへようこそ。今日の動画は皆さんにもっとマナルタイのことを知ってほしいなっていうことで、マナルタイって何者、コントばっかやってるけど芸人、いろんな疑問があると思うので、僕たちマナルタイについて少し詳しくお話ししていきたいと思います。マナルタイの3人は兄弟ですか？これよく聞かれるんですけど、違います。僕たちマナルタイは幼稚園からの幼なじみです。高校を卒業して、僕は神奈川の大学に進学して、ケイタは札幌に就職して、ダイは地元の十勝に就職して、一回バラバラになりました。で、僕は大学を卒業して東京の企業に就職したんですけど、その就職先で人生が大きく変わりました。その就職先が高級腕時計屋さんで、いろんなお金持ちと会いました。で、僕が印象に残ってるのが、めちゃめちゃ高そうな車に運転手付きで乗ってきて、これとこれとこれって何千万もする時計をいきなり買ってくんですよね。で、僕その人を見た時に、なんで同じ人間なのにこんな違うんだってめっちゃ悔しくて、どうやったらあの人たちみたいになれるんだろうって考えて、ここに就職しているままじゃ一生あの人たちには追いつけないって思って仕事を辞めました。辞めたはいいんですけど、どうやってあの人たちみたいになろうって思った時に、あ、成功者の思考を真似すればいいんだと思って、僕その後本屋さんに行って成功者と言われる人たちの本を買いまくって、ひたすら読んで大事な言葉を全部ワードにまとめて一冊の本を作りました。その本がこれです。成功者には一つだけ共通点があって、何かというと、自分の能力で稼いでるんですよね。誰かに雇われてる成功者って誰もいなくて、みんな努力して自分の能力で稼いでるんですよ。だから僕も自分でなんかビジネスをやろうって決めました。でも僕は小さい頃から水泳しかやってなくて、水泳以外何もできない状態だったので、この丈夫な体と無料で使える YouTube を使って稼ごうって決めました。で、YouTube をやってからがまた大変でした。まず親に YouTube をやるって言われたら、まあ反対されるよね。だから僕はお母さんに嘘をついて、ちょっと仕事は疲れたからちょっとだけ遊ばせてっつって、で遊んでるふりして、ダイとケイタを集めて3人で YouTube をやってました。そしたらお母さんはどっかから噂を聞いて、僕らが YouTube やってるっていうのを知って、手紙が届きました。その手紙を読んでいきたいと思います。タッカへ、23歳か、今一度今の自分と向き合ってみてください。お母さんにはそれが正しいのか間違いなのかさっぱり分かりかねます。確かにそれでお金持ちになっている人もいるのでしょう。でも努力してこそ成功するのだと、タッカなら一番知っていると思います。努力なしで得るものは薄っぺらいものではないですか。タッカの人生だから好きにして構いませんが、これが本当にタッカのやりたいことだったのですか。お母さんは不安と心配だけです。せめていつまでだとか働きながらとか考えてみてくださいっていう手紙がお母さんから届きました。お母さん、心配かけてすみませんでした。今ようやくチャンネル登録も少しずつ増えてきて、ちょっとだけど広告収入も入ってきたから、今まで心配かけた分少しずつ親孝行していきます。これからもよろしくお願いします。で、好感度を上げたところで、マナルタイは体を張った動画が多いと思うんですけど、別に僕ら体を張りたくて張ってるわけじゃないんですよね。料理がうまければいいんですけど、僕ら料理も別にできないですし、歌もうまくないですし、ドッキリとか検証は他の YouTuber さんがやり尽くしているので、じゃあ僕ら何できるかなって考えた時に、この丈夫な体を使って体を張ってコントをやろうっていう結論にたどり着きました。 YouTube は5年後10年後あるとは僕は思わないので、今この YouTube を使って自分たちの知名度をどれだけ上げて、知名度を上げた先に何をするかがすごく重要だなと思ってます。ただ僕たちは YouTube は絶対にやめません。これから苦しいこととか挫折とかいろいろ経験すると思います。でも絶対僕ら3人で乗り越えますし、成長していく過程を一緒についてきて見てほしいです。年内にチャンネル登録10万人、そしていつかチャンネル登録100万人も達成したいです。体を張る系 YouTuber として、これからも面白い動画をたくさん撮っていくのでよろしくお願いします。一日の終わりにマナルタイの動画見て手笑って元気が出て、明日も頑張ろうって思ってもらえれば僕たちの本望です。なるべく怪我しないように安全には気をつけて、これからも動画を配信していくので、今後ともマナルタイをよろしくお願いします。楽しい歌、悲しい歌、いろいろあるけれど。はい、なんで今日急にねこんな真面目な動画になったかっていうと、今ダイが扁桃炎でなんかね喉腫れてて、なんか熱あるみたいで、ちょっと動画ダイ今日撮れそうにないから、急遽
こんな真面目な動画を撮ってしまいました。すみませんでした。あんま面白くなかったよね。大の体調が治り次第、また体を張ったコントをやっていくので、見てください。よろしくお願いします。